さあポケモン剣立て動画やっていきましょう。今回は定番のデコキャラシールは止まらない、そうポケモンパン統一パーティーでございます。というのもデコキャラシールで引いたシールでパーティーを組みたいと思いますが、今回6つのシールを集めるという偉業を成し遂げたので、早速今開封していきたいと思います。なかなか開けづらいな。中のこのシールに傷をつけたくないから手で開けざるを得ないんですが、さあ記念すべき1枚目を叩きつけてやるぜ。オラ第5の色違いのメタグロス、指定が多い積んでないか、積んでないか。まあちょっと待って、はい、というわけで2つ目、まあアニメ展開になかなか一致したシールが出てくるんですがね、まさか1体目から色違いを要求してくるとは思わなんだ。はい、では2つ目、ホルエファイメガガブリアスデキンですはい、というわけでね、まさかの2枠目がデキンということで、現在まさかのこの統一パにおいて枠が1つ足りないという異常事態が起こっとるわけですが、では3つ目いきます。おいゲンガー、いいですね。ガルガブゲンのうちのゲンです。これは普通のゲンガーなので参戦できますね。おめでとう。では次、4つ目。いくぜ。これは、はっ、リザードン巨大マックスの姿。なんかデコキャラシールもなんかすごいあれだね。昔に比べるとこう、公式系の使い回し感はある意味なくなっているのかもしれない。すごい迫力だ。つうかパーティー普通に強くね。では、5体目だね。はい。いくぞー、だーれだと、ほい、サトシ。俺、マサラタウンのサトシ。夢はプロボクサーになること。6体目いこうか。よし、いくぜ。タイプワイルドのやつがさっき加入しましたからね。ラスト、いい感じにばらけてますよ。ほい、メガガブリアス、デキンです。いや、まさか、ここでも4体なのか、俺。はい。というわけで、だいたいいつも通りな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、では対戦よろしくお願いします。実質3枠なんだが、さてさてどうしたもんか。グロスから行くか。グロス、リザードン、ゲンガーで行きましょう。というか選択肢ねえんだけど。さあ、て、夢を捨てきれてない方。エビワラーのサトシくんですが、いや違う、サートシくんですが、今回はとりあえずね、まずカジュアルで一戦交えて勝利したらランクマいきますが、よろしくお願いします。いざ尋常に、いやまあニックネーム表示をやりたかっただけなんで、負けても次ランクマいって構わんのだが、よろしくお願いします。まあでもカジュアルで負けるようだったらランクマいっても仕方ないですよね。勝利を掴んでみせるミミッキュー、チッス。さて対面は勝ちですね。いくぜ、第5の色違いのメタグロス、いざ尋常に勝負。風船で浮いてるミミッキュってどういうことだ、いきなりちょっとよくわからない。その風船もらおうか、没収だ。もしかしたらあれかな、ザシアンとかからミミッキュに逃げた際、地震とかを透かす目的で入れてんのかな、よくわかんねえけど。さああんたは高校さ、ヘッドゥー、このまま押させてもらうぜ。せめてその皮剥いでおかないと後々面倒なことになる。ステルスロックよりも重要なことだな。そら、さあ化けの皮が剥がれた、バキョッとね。おし、いいひるみだ、素晴らしい。もう一回モロタでナヌ、ダイマ切ってきやがった。となるとお相手の後続にはダイマを切らなくていいポケモンが複数いると考えてよさそうか。いやおそらくですけどいるかもな。いやいやいや、いない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 。残り無限ダイナとザシアンじゃないですかね。
ここでさっきダイマ切らなかったのはダイマのターンがもったいないからだろう。これズバリっすよ多分。さすがのダイゴの色違いのメタグロスであったとしてもここは耐えられませんね。抜群かつ剣の前もありますから。では出番と行こうか。巨大マックスリザードン（固定）ここ固定なんだね、チキショー。そう、なんだってデゴキャラシールがそう言ってんだから、もうデゴキャラシールが言うんだったらもう止まらない。行くぜ。いい感じに体力は削ってくれていますからね。高校の尻尾上絶対に先手は取れない。ダイマックスしちまってるから。そう、先制技が打てないのでな。ここは安心と安全なるダイジェットで一気に起点作らせてもらうぜ。ほーチョコザイヤー。ですが後ろにザシアンがいる可能性が高い以上、なんとしてもジェットは打たねばならない。お覚悟。お相手はまだ勝負を捨ててないな。冷静なる大ボール。さすがのミミッキュもこれは耐えられませんね。さてどう料理してやろう。残り2体デゴキャラシルパー、もしかしたら勝てるかもしれないよ。ここで S 上がってるのが大きいと思う。まあここで先に無限ダイナ出てくるだろうな。いたら自我？自我？自我か、なんとも言えんな。ドラグーンぶっ放すぜ。そーら、いい火力なんだが少し足りない。弾だったら落とせてたか。さあ攻撃がやや下がるぜ。サウザーロー効かないね。地に落ちたが、くー、ここでこれどれぐらい増えた体力。状況によってはやばいよな。いや大したことないと思うね。これは次の竜の波動で落とせるはず。なんだかんだ覚えさせておいてよかったぞ。さあさあさあ覚悟していただこうか。パーフェクトになろうが、そう巨大個体のリザードンに勝るものなしゃ。いい火力、これは有効じゃねえだろう多分。そこまでやわじゃないですよリザは。さあ最後のザシアンちゃんいらっしゃい。でもこれで勝ったらもう悔いなくランク前にいけてしまうわけですが、焼けるから一発で焼けないと何気に負けなんだが、ザシアンやっぱ強えな。いくぜネプーフワイ。硬すぎだろこいつ。大文字じゃないとダメなの。謎のサイコファング、これ諦めたっしょ、諦めたっしょなんだよ俺にランクマに行けってことか。これは多分もうはいはいもう負け負けみたいな感じのサイコファングだったのだろうと思ったけど、あれかサイコファングが最大火力なのか。冷静に考えたら、あそうか、じゃあ真っ当に勝ったんだ、やったぜ。というわけで心穏やかにランクマの海に潜ってきます。対戦よろしくお願いします。まあ初手ランドじゃなかったらグロスでなんとか、というかもう選択肢ねえからまあグロスの方的にも選択肢ねえから、うん、まあ頑張るしかないな。なんやかんやで頑張ろう。うん、初手ザシアンが地味にきついよな。まあステルスロックが刺さってない相手にはあんまり投げても仕方ないので、今回はトリックもしくは普通に殴る方向で、うん、ラプラスの巨大旋律がな、その可能性もあるよな。なんかしんどいな。なんとかなることを祈りましょう。お相手は何が出しやすいだろうね私のパーティーに。ヌオーは、いやーリザがきついだろう。何気にエビワラーが地味にさっきから刺さってるっぽいのが若干の草を誘発するね。ディアルガ、ブラッキー、ラプラスに刺さっています。3タイプに抜群なら上出来だろう。問題は投げつけるしか覚えてないんだが、よろしくお願いします。さあお相手の初手上
これは読み外しかな。まあでも防御特化曲振りなんでランドの地震ですら落とせんよ。クリアボディ、わざわざここでリザに交代する方がナンセンス。トリック、逆にこれは戦慄とかはないと思って良さそうですね。さあお前の S をあわよくば奪ってやるよ。初手ランドが何してくるかだよな。ステロはマジでやめてほしいな。リザードンちゃんが涙しちゃうレベルじゃねえ。おお、助かった助かった。まあダイアースが飛んできても耐えますよ。これはもう儲けもんですね。しめしめです。来なよ。ここで耐えて尻尾押しつけてあれやこれやして退場だな。明日特防上昇、地味に厄介。さすがだぜ。しかしこのランドかなり火力あるな。おお、弾とかの類は持ってないのか。これでもさあ答え合わせだ。スカーフだったのか。なる、捨てろ。もしかしたら悪さしてくるかな。イジッパ曲振りのスカーフですかね。このスカーフはこっちとしてはあんまりうまみねえな。素直に殴ってくれてありがとうよっと。さあこれで最大の仕事をした。ロック、たすき潰しに来たか。いやらしいぜ。これでヘドロの回復量が実質ほぼ相殺されてしまった。ではゲンゲラゲーン、こういう時の身代わりですよ。役に立つもんだ。しっかりあんたの大魔は消費する。その上で今回はランドロスが絶対に高校になるので安心して潰せるね。スッと、アスー、言いてえけど大丈夫。このままやっても自利品ではある。まあやらないメリットもないけど、ふう、なんとか帳消し。ダイマックスは終了。ここからだ。まだ身代わり張るか。でもな、ザシアンとかに逃げられて即身代わり張られたらもう負けなんだよな。その辺はきついんですがね。でも向こう的にも身代わりは残したくないだろう、ということにしておこう。ゲンガー君の足ではね、ザシアンの上を取れない。本当に今回のパーティーに対して天敵なんだが。さあ、お相手はどうする？その S が死んでるランドロスをまだ守るか。一応特防は2段階上がってるので、特殊に対しては強く出れますが。こだわりも解除されてるから好きな技を選べるぜ。やっぱり普通に地震かな？トンボ？ほう、耐えますよ。よし。さあここだな。お相手が身代わりの類を覚えてないといいんだが、まああのランドロス君はもう S がヘナチョコなので放置しても構わない。来やがったなあ、マジで。催眠当ててくれよ、マジで。マジで当ててくれよ。一応申し訳程度に岩が食い込む。オフ。なんとか砂が消えるまでは粘ってほしいが。催眠術、居住図はチェキーン、ドゥドゥドゥ、ボー。さあここ催眠当ててくれよ。身代わりがスッと消えたら催眠当たってます。あ、つかここで割れんだわ。あーれもう終わっちまったか。ゲンガーの春もう終わっちまったか。はえよ、こいつは辛いね。でも諦めるしかない。これは儚い命だった。後から出てくるザシアンに弱すぎんよ今回のパーティー。 CTO ならグロスなのかな、勝てるとすれば。
ゲンガーを補助にしてグロスを前に出すか考える必要がありますね。ですが砂は消えた。仮にお相手がワイルドボルト持ちであろうがなんとかなる一応。でもその場合はセッカーにやられるか。考えたらキリねえな。でも向こうにダイマックスはもう残っていないぞ。考え方によってはチャンスなのですよ。まだ負けてはいない。ここからまくってみせようぞ。リザならやれる。いきます。ここから全抜きで勝つ可能性は本当にあるから、やっぱ個々のスペックの高さは伺えますね。チェース。問題のザシアンの行動なんだが、それでも巨獣山ぶっ放す。威力倍。痛すぎるんだよな。なんだこれ規格外の火力してるわほんま。今一つでこんだけ。次の一撃で落ちる。 S は確保しました。あとは殴るだけ。もうやることはシンプル。この一点に尽きるぜ。ゴーグーファイヤー。なんかあれだよね、バーンの方が強そう。あー巨大だからバーン打てないんだよ。デコキャラシールが止まらない。ちくしょう。なんで巨大なんだよ。バーンだったら勝ってたかもしれない気がするんだよな。すでにランドロース、ここを一撃で落とせないとバーン剣めちゃくちゃ感じるんだけど。これバーン剣あるで。これスカーフだから岩技がないわけないんですよね。となるとまあどの技出しても一緒なんだったらジェット打っとく。でもドラグーン、あドラグーンだけは絶対いないわ。ジェットお願いします。バーン剣だけは勘弁してください。くらえ。いい火力。バーン案件無念だ。まあこれ何気に大文字案件かもしれねえな。くそ、全抜きの可能性でもあるんだな。こっからでもやべえなこいつら。よし、ちょっとね、さっきの雑誌案に対する火力もそうなんで文字に変えるか。つうか巨大だったらブラストバーンでいいんじゃない。対戦よろしくお願いします。私のパーティーは生まれ変わったと言いたいところなのだが、果たしてお相手のパーティーには天候変化の類がいないのでリザードの3パワーは活かせるかもしれない。よろしくお願いします。超絶火力でぶっ飛ばしてやるぜ。おそらく何人かの方が思っていたであろう。普通に弾で3パワーリザすればええやんと。意外と体力に余裕なくてビビったぜ。やってみたんだ。よろしく。ほう、ゼルネアスですか。ジオコントロールをしそうな顔をしているね。まあメタグロス相手に身代わりは張らんだろう。ということでトリックぶっかますぜ。様子見はありえるんだけどな。まあ先発からぶち込んでくる可能性が高いでしょう。なんたってあれじゃん、削られた上でバレットパンチを打たれたら何もできずに退場するわけで。ですが足を取られてしまっても結局何もできないのではないかな。ではあんたの足を奪う。そら、これでゼルネアス君は絶対に高校。アイアンヘッドぶちかますぜ。台増してくるかな。さすがに高校だからしてこないと思うんだけど。ほう、エースバーン即引いたか。判断が早い。構わんよ。そら、まあまあ入るからよ。じゃあどうしましょうか。ぶん殴ってもいいんだがね。大ジェットはねえだろ。自信でいきましょう。火炎ボールじゃない、ここは。素直。カモン。エースバーン程度の火力でネタグロスが落ちると思ったら大間違いなんだよ。なんたって第5の色違いのメタグロスなんだぜ。
何十指定だと思ってるんだ。これは思ったより大きいものが釣れましたね。しかしながらグロスで面倒見たかったあいつの面倒が見れなさそうでな。あれ？これはジェットの起点かね。構わんよ。威嚇は効かない。クロバドがいないね。だったらステルスロック巻いておくぜ。トンボ？さすがに落ちるか。こいつスカーフっぽいか。スカーフで十分だからこんなことしたんだよな。先にリザ出したいところか。どうだろうね。お相手の手持ちはもう完璧に割れている状態。なんとかこのゼルネアスをぶちのめせるかどうかなんですよね。まあゲンガーに対してはどうだろうな。まあとりあえず投げてみるか。ゼルネアス君は確実に高校、それは間違いない。そこを有効活用していきたいもんだね。ヘドバックぶん投げるぜ。相性的には最悪クラス。エスパー技ってそんなにないと思うんだけど、ゼルネアス。誰に打つの状態。なので、おっと、即交代。翻弄してくるね。ですが、ランドロスの体力ある程度削っちまえば、岩技をこの状況では打たんだろう。スカーフと僕は考えていますので、そこをもろもろ考慮していけば、あるいは、だよねー。ここで小風を当てちまえば絶対にこちらが優位に立てます。できればゼルニアスにも一発ぶち込んでやりてえところなんだがな。ただランドロス君の S は最速でもリザードンより遅い。これはチャンスです。小風、いい風だね。有効急所でしょう。アスー、残念、その一撃は通らない。よし、ここはしっかり S 落としておけば大丈夫でしょう。ここ風、おお、ウォール。まあこいつスカーフっぽいな。もう完全にスカーフっぽいな。これはスカーフだから守ったんだな。アバよ。この状況でゼルニアスに逃げてあれやこれやしてもよかったかもしれんがね。よし、やっぱり攻撃範囲を広げた方が勝てそうと思った私の考えは間違ってなかったようだ。というのも氷4倍の敵にねあれやこれやされる試合が多かったのでね。さあ調理の時間だよ。こちらはまだダイマックスも残しているんだぜ。まずはこの一発受け取ってもらおうか。ヘドバクポイポイ、いい火力だぜ。キッチュー、おう、1だけ回復されちまうが呪っておくぜ。一応ゼルニアス君の動ける幅を限界まで削って、お待たせ、タマサンパワーリザードン。一応ゲンガー君に日本バレを仕込んでおいたのはここで全抜きしてやるという意思も込めている。さてさて、ではゲームセットの極炎といこうか。ブラストバーンをベースとしているので威力はピカイチ。全てを吹き飛ばしてご覧に見せましょう。愛情の全く困ってないリピートボールだぞ。これはイエーイ。頼りになるな。落とせない気がしねえもん。絶望しろー、まあ、いいや。ヒュー、明日の食卓に並ぶんだな。対戦ありがとうございました。終始落ち着いて戦えた感じがしましたね。対戦よろしくお願いします。グラードンはむしろこっちにとって有利なんじゃないかね。よし、最終戦綺麗に勝たせてもらうぜ。
ギャラドスが先発。まあお前の方が何であれ、道具奪われたらきついタイプだろう。見せてやるぜ。明確に有利っぽい相手とようやく対峙したからな。まあ基本不利なのでね。よし、さあ、ゴツメ耐久型だろうが、なんか弾で火力を補強する方だろうが、いずれにせよ、そう、リュウマイだろうがね、ここで S を奪っちまえばこっちのもんよ。さあ、あんたの力吸収するぜ。S 奪っちまったらこっちのもんですよ、ギャラとか。持ち物なんだ、即のだったのか、いらねえな、これ。まあ、ステルスロック巻いておくぜ、一応。幅広く刺さりそうな気配もありましたからね。ギャラ的にはもう無双できる状態ではなくなったので結構やりづらいでしょう。ダイマックスでゴリ押ししてくるか。まあそれしかねえか。さあ、ギャラちゃんの火力としてはそこそこなので、グロス君を倒すことはできないでしょうね、残念ながら。なのでリザードンに到達する前にこのギャラドスは息切れする。ステロポイ、これでタスキも潰した。あとはゆっくりと余生を過ごそうじゃないの。アスーチッチッチ、火力が足りん。そこら辺はもう安心して見てられるからな。こんだけ硬かったら弱点補給もありだったかもしれんのだがな。まあこの起点作りのおかげで勝てた試合もあるだろうし、そこら辺はあれだ、たらればに文句を言っても仕方がないってね。ヘッドゥー、思ったより削りますね。ストリーム、やるじゃん。天候を雨にして無理やり火力を上げてきているので、そこは警戒が必要ですね。できれば3パワーは入れておきたいし、なんたって自信過剰ですからね。殴られたら一発で消し飛ぶ。なので消し飛ばない努力をしておこう。できればしっかりダメージ稼いだ上でつなぎたいんだがね。あんまり3パワー欲張りすぎると地獄を見ると見たね。体力が減った状態、いわゆるダイマックスが解除された状態でヘドバクと、その方がいい。天候奪うぜ。アスー、さらに特防が上がってしまわれる。耐えたぜ。よし、あとは少し削って退場ってところだね。ギャラクも全力で殴ってくることでしょう。竜の前で自家嬢する方だったらそんなに防御面振ってないと思うんで、ここは素直にヘドバクぶん投げて望みを託しましょう。交代とかあるか、この状況で。まあ明確な起点作りにはなってしまうからな。絶対に高校ということは道連れその他諸々にも引っかかるわけで、腕組みおじさんは一体何を思う。変えてくんのか、捨てでいいと思うんだけど。よし、ヘドバックポイポイ。まあまあ入ってますね。ゼセン、わお、お疲れ。あとはリザに任せな。ただな、このお相手の火力を見ているけど結構硬えよな。足りるかな、3パワー玉リザで。まあ火力の見せどころタイムですね。全てをぶち抜けるかな。ジェット、ぶち抜けないなら負けるだけだ。男気全開でいこう。どっちにしろジェットは積みたいしな、選択の余地がねえ。いざ、ここから3立てまくってやるよ。リピート。それでも3パワー玉リザなら、3パワー玉リザならやってくれる。
ざ、すべてを吹き飛ばす浄化力、ザリア強い。一応今一つなんだがな、ダイアースの上昇幅的には。やるじゃん。さあ、弾プラス3パワーでものすごい体力削れるからな、持たねえぞ。これのせいでね、ザシアンとかに巨獣山ぶちかまされるとめちゃくちゃきついんですよ。なのでこの運用はものすごく気をつけなきゃいけないんだが、アク遅いね遅いね遅い遅い遅い。極炎で後半にもこう睨み聞かせてやるぜ、ミキュリー。その可能性も当然ある。だってこの状況でウラス出してんだからよ。どうせ一撃で落とせるんだ、強すぎだろこれジェットなら落ちてたかもしんねえ。なんかすげえ惜しいな。うー、ちょっと耐えやがった。これやっちまったかな。いや、ここまでやばいんだったらさすがにジェットだった。こう言ってさすがに効かねえので問題はなしよ。そらよ、3パワー消えるだろう。ここで端的にギリ残るか。火力的には問題ないんだが、だよね。ちょっとこれは悠長だったか。結果的になんかすごい惜しいよな。本来なら日差しのフルパワーもう一回ぶち込め、ルギア。どっちにしろぶちかま、どうしたもんか。さあ、お互い落ち着いて羽ばたいているね。正直ルギアの特防を考えるとこの状況でバーンしても多分落ちないと思う。なのでエアスラを一回刻む。お前のその体内に刻み込むぜ、勝利へのくさびを打ち込め。ダメでした。まだ諦めるのは早い。まだ体力は半分以下です。ひるませてからの極炎で仕留められる。さあ、次のヤスラッシュでもひるまない可能性はもう五分と五分。苦しんでもらうぜ。さすがに来るはず。俺はリザを信じてる。よし、ここまで削ったらもう絶対に耐えないはずだ。焼き尽くす。極炎リザの本当の極炎見せてやるよ。ブラストアッパー、対戦ありがとうございました。よかったよかった。いや、マルスケルギア本当怖えわ。結局こうしないとダメだったもんな、多分。うえ